今回のビデオではアルトサックスを使って簡単に枯葉のアドリブを作る方法を紹介していこうと思いますまずここにある譜面がアルトサックス用の譜面になっていることをご理解くださいでここに書いてあるのは枯葉の普通のメロディーです でこの枯葉のメロディーについてなんですけどテンポは自分がやりやすい速さでやっていただくのがいいと思います。で私のもし一つアドバイスができるとすれば最初は速くやるのではなくてスピードをなるべく落としてやっていただくのがいいかと思ってます。 後々ですね、スピードは早く吹けるようになってくるので、遅くやっていただくのが最初はいいのではないかと思います。では、ちょっと今からピアノと合わせて、この譜面に書いてあるものを吹いていきますので、もし必要な方は、これをですね、書いていただいて、で、その後に、 まあ私のどういうことをやっているかっていうのを見ていただくのもいいかと思ってます。では次のステップへ入っていきますね。まずここで簡単にピアノの和音がどういう風うになっているかっていうことだけ軽く説明をしておきます。まず枯葉の最初の小節なんですけれども、これがえっと C マイナス7から始まるっていうことになります。 ちょっと弾いてみますね。あんまり私もあのピアノが上手くないので、えー、サックスの人はできないのであれば、そんなに切り捨てられる必要はなくて、まあ、ちょっとだけでもできればいいんだなっていう風にぐらい捉えていただければ、それで十分だと思います。ただ、ここではちょっとだけ弾いてみますね。まず、最初の小説で Cm7 となっていますので、 C マイナス7を弾いてみます。で、その次に F7 に行きます。これで F7 ですね。で、その次の小説で B♭ メジャー7に行きます。これが B♭ メジャー7です。で、次の小説で E♭ メジャー7に行くっていう感じになります。 最初の4小節ですねで次に行くのが Am7bfifthAm ハ、えーフディミニッシュってやつですねでこれを今から弾いてみますねこれが、えー、A のハーフディミニッシュですで次に D7 に行って最後に、えー、Gm6 っていう感じになります 今弾いたものはピアノでのコンサートキーになるので当然のことながらアルトサックスでは店長が必要になるっていう感じですねでコードに関してのビデオは他のビデオにもあげたのでそちらの方を参考にしていただいてでコードの理解をちょっとだけ深めていただければいいかなって感じですで今からアルトサックス用の コードを書いたものを示していきます。今、ついさっきピアノで弾いたコードを表したものがこのような形になるっていう感じです。最初の小説で A バイナー7。それから次の小説で D7 ですね。で、その次の小説で G メジャー7に いくっていう形になります。でここで two five o の解決が一つ起こってで次の小節で C メジャーセブン four メジャーセブンに行くっていう形になります。でその次がアルトキーでいう F シャープマイナーセブンフラットフィフスに行って次が B セブンですね。で最後に Em6 でまたここでここでは m−2−5 が起こってその後に em−6 に解決するっていう形になります。っていうことはどういうことが起こっているかっていうとまず最初の3小節目で1回目の解決が起こってで最後の em−6 の部分で 本当の解決がもう一回起こるっていう形になっています。で、これは、えっと、Gmaj7 の部分がまずメジャーキーとして使われていて、で、その最後の部分ではマイナーのキーで、まあ、解決が起こっているっていう形になります。あまりちょっと理論について詳しく述べすぎると、 初心者の方はちょっと難しくなりがちなので、まあ、最初はそんなもんかっていう感じで聞き流していただければいいんじゃないでしょうか。まあ、あの、詳しくはですね、あの、バークリー音大とかでも結構こういうのは教えてるんで、まあ、興味がある方は、ぜひご自分でなんか教則本とかを買って勉強されてみるといいかもしれないです。では、次のステップに移っていこうと思います。 Bye. <laughs> 今吹いたものがメロディーですでもしどこでオクターブキーを押せばいいかっていうのが分からない方は2つの,あのビデオを並べて貼り付けますのでもしオクターブキーが分かりづらいという方は動画を参考にされてオクターブキーをどこで押すかっていうのをちょっと見ていただければいいと思います。で次にやるステップとして まずこのメロディーを使った形でちょっと変えていくっていうのが今回の一番の目的ですで今吹いたメロディーを変えていくんですけれどもその時に適当にやっていただくのもいいと思いますまずはアドリブは どういういに自分の耳に聞こえているかっていうものを表現する形になるので特にあんまりどういうふうにやらなければいけないかっていうのをこだわる必要がないです。で今から先ほどのメロディーを使ってですねちょっと変えた形でやっていこうと思います。 ついさっき吹いたものを譜面にしてみましたまず最初の8段目8小節ですねこれがオリジナルのメロディーとなっていますでその次に私がちょっとメロディーを変えたものを譜面にしたのが下の2段の方ですねでどこが変わっているかっていうと 分音符が入ったりそれから八分音符が入ったりしてるのがちょっと変えた場所っていうことですね。でこのアドリブの例のところの方の4小節目を見ていただくと Gm7 のところなんですけどここも四分音符とそれから8分音符を加えてメロディーをちょっと変えたっていう形になってます。 でその次の小説アドリブ例の例のところの,7のとこ,ろです、ね、ここもオリジナルのメロディーから少しだけリズムを変えて8分音符を用いてちょっと違ったメロディーを作ってみたっていう形ですねで最後の方、えっと、の、えっと、一番下の段の2小節目の B7 のところも 同じような形で、ここも8分音符を使って、その後は特に変えてはないですけど、4分音符を使って E マイナス6の方に解決したっていうのがアドリブの例です。で、こうやって最初にあるメロディーをほんのわずかだけ変えるだけでも、ちょっとアドリブとしては 違って聞こえるようになってくるのでこういったものをですねもっともっと深く掘り下げていけばオリジナルのメロディーのみを弾くのみならずに他のメロディーも吹けるっていう形になると思うのでぜひこんな形で簡単に変えていただいてアドリブを挑戦していただければいいんじゃないでしょうか今回は ジャズの、まあ、一番結構みんなが好きな枯葉についてのアドリブを、まあ、メロディーを変える方法として紹介をしてみました。まあ、皆さんが他のメロディーを吹かれる際にもきっと役立つと思うのでこれを参考にして他のものも作っていただければ幸いかなっていう感じですね。では今回のビデオはこんな感じで終わりにしようと思います。ではまた次回の ビデオでお会いしましょう。さようなら。